ドールナイツよ、早くおいで。リカ様に何か起こっている。行くわよ。全ては私が見せた幻なのよ。まんまと罠にはまってくれたわね。ミスティ、何を考えているの？私たちが来るのを待っていたのよ。察しがいいわね。小娘一人連れ去るなど、私にはあまりにも簡単なこと。ただその前に、私はあんたたちと存分に戦ってみたいのさ。僕たちはおとりだったんですね。リカたちをあの中から出せるのは私だけよ。私を倒せたら解いてやってもいいわ。どう？少し楽しませてくれない？わかったわ。お姉さんやめて。心配いりません、リカ様。こんなやつすぐに倒してみせます。ご安心を。必ずリカ様をお守りいたします。ドールナイツならあんたなんか一発でやっつけちゃうんだから、今のうちに尻尾巻いて逃げ出した方がいいぜ。いくら悪魔でも3対1じゃ勝ち目はないですよ。そこでおとなしくミスティ様の力を見てな。行くわよミスティ。行くよ。こうなったらドールリカ、コウモリの相手は私がするわ。分かった、ドールリカ。やった！
捕まったのはあんたの方ね。痛む！この程度のものだったの。よくも。あんたにはもう少し楽しませてもらうわよ。何をしているかと思えば、リカを捕らえておきながら何をいつまでも遊んでいるのだ。あんたも氷になりな。ドールランドへ連れて行く、この時を待ちかねていたぞ。いやー、リカー、とっても楽しかったよ、ドールリカ。でもそれもおしまい。チェックメイト。預けておくわ。お前が結界を解いたのか、なぜだ。邪魔が入って気分が悪いのよ。今日は引き上げるわ。でもドールナイツ、あんたたちを倒すのは私だからね。ねえ。大丈夫お姉さんたち。くそ、今日は完全にやられたな。ちくしょう、あの野郎。ミスティはきっとまた来るわ。ミスティの魔力は思ったより強い。せっかくリカを手に入れたのに、なぜ邪魔をするのだ。リカは私が連れてくるって言ったでしょ。もう少しでドールナイツを倒せたのに。リカを女王の座につけることが大事なのだ。私にとってはドールナイツを倒すことが大事なのよ。ミスティに苦戦するドールナイツ、その時ドールリカのペンダントが光る。次回スーパードールリカちゃん、光の中のドールリカ、お楽しみに。リカちゃんをいじめる者は私たちドールナイツが許さない。